こんにちは、天運アーティスト、あいこです。2017年10月27日、今日もまチャンネル始めたいと思います。もしお時間があれば、10月後半から11月の初めにかけて行って行っておきたい、行っておいてほしいパワースポットをご紹介したいと思います。もう今、神社はかなり皆さん通っていただいていると思うんですが、神社にもやっぱり種類があるんですよね。で、実は11月に神様が大集合する時期が来ていまして、その前に皆さん準備しておいていただきたいことがあるんです。で、神様たちが集合する前に、自分自身の天運を上げるためにやっておくこと、それを今日はご紹介したいと思います。まずですね、運を開けるってよく言うじゃないですか。運を開いていかないとやっぱりいいものっていうのは来ないわけですよ。その時に得意な神様っていうのがいます。道開きって言います。道開きの神様ってよく聞いたことあると思うんですけど、これはサルタヒコっていう神様が大得意なんですね。だからよく神社に行ったら、ここの神社にはこういう神様が祀られてますよっていうね、こういうねプレートみたいなもの探してください。必ずあります、どっかに。こういう神様も祀られていて、こういうことをやっていますよっていうようなプレートがあるので探してください。その人を探して、お近くの神社に行っていただきたいなと思います。そして西の代表的な道開きの神社、今日ご紹介しておきます。住吉大社って聞いたことないですかね。もうこれは道開きの神様でいうところの、もう総大将みたいな、場所です。わざわざ来ていただいても、これは皆さんご利益があるなと思う場所なので、私ももう西に戻ってから、西に今拠点があるんですけど、住吉大社には、決まった日に、決まった間隔で伺うようにしています。ですから皆さん、次この10月の、末から11月の初めにかけて、ぜひ道開きのご利益がある神社に行っていただき、自分のこう来年に向けての、ね、準備をしていただきたいなと思います。そしてさらに天運を、ご利益を自分のところに引き寄せていただきたいなと思っております。それでは今日の、天運カラーと天運ナンバーのお知らせなんですが、今日はですね、白、そしてナンバーは4です。この白という色はもう本当に混じりっ気のない、何にも、くすみがない、曇りがない色です。今日はですね、ぜひ、白でなくてもいいと思うんですよね。透明感のあるものを自分で意識して取り入れていただければなと思います。クリスタルですね、クリアな色です。だから色のない色っていうイメージでいいと思います。だからお水をたくさん飲んでいただいたりとか、あとですね、キラキラするもの、そういうことを意識しながら身につけていただいたり感じていただいたりしたらいいかなと思います。そして数字は4です。実はですね、4という数字はお金にすごく縁のある数字です。お金ごと、金運ごと、逆に言ったらこうお金の整理、も含めて、今日はなんか4という数字を意識しながら、そういうことに、注意をして過ごしていただければなと思います。さてさて、また明日も、頑張って、お届けしますので、ぜひあまチャンネルご覧ください。ということで、天運アーティスト、あいこでした。